台は人を慈しむ神竜ナーガと人を滅ぼす邪竜ギムレイが司る世界。主人公はかつて世界を邪竜から救った聖王の末裔である王子クロムと、プレイヤーであるあなた自身。記憶をなくした状態でクロムたちと出会ったあなたは、クロムが率いる自警団に軍師として加わります。世界の未来をかけた大きな騒乱の幕開けです。何者なんだ。あなたは軍師として軍勢を指揮します。出陣させるユニットを決め、準備を整えたら戦闘開始。ユニットを選択し移動。隣接するマスにいる敵ユニットに攻撃を仕掛けます。移動や攻撃は兵種ごとの特徴や武器の相性などを考えながら戦略的に判断していきます。物語の進行とともに増えていく個性豊かな仲間たち。味方ユニットの兵種は全部で40種類以上。兵種によって能力やスキル、装備できる武器が異なります。戦いを繰り返すことでレベルアップし、能力が上昇。上級職へクラスチェンジし、より強くすることも。フリーマップシステムを採用しているので、マップ上の敵と戦うことでお気に入りのユニットを好きなだけ育成することができます。仲間が隣にいる状態で戦闘に突入すると、通常よりも能力が上昇します。時には追加攻撃をしてくれたり、攻撃をガードしてくれることもあります。協力し合うことで仲間たちはお互いに絆を深めていきます。絆が深まるほど戦闘にも良い影響を及ぼします。ローカルプレイでは他のプレイヤーとタッグを組んで勝ち抜き戦に挑戦するデュアルタッグ。サポートする。こちらも行くぞ。すれ違い通信では、すれ違ったプレイヤーの部隊との協力、対戦。いつの間に通信では、シリーズ過去作のキャラクターやレアアイテムの配信。さらに追加コンテンツの有料配信なども予定しています。これで決めます。デュアルアタック。水、こっちだ。オーディン頑張ったね。風
ファイアーエンブレム覚醒。